えー、冬季の、えーまあ、特に寒気吹き出しが顕著な時には、まあ、こちらに見て取れるように、チ、えー、ェジュ島、それからヤクシマなどの風下でカルマン渦列がよく出ます。まあ冬の風物詩というふうに言えるかと思うんですけれども、実はこのカルマン渦列、ヤクシマやチェジュ島だけで起こるわけではないんです。しかも冬だけでもない。 どういうことかと言いますと、こちら北海道の利尻島です。そしてこれ断交期です。断交期にこういった孤立した島でカルマンゼ列が実際観測されています。でどういう状況で起こるかということなんですけれども、まあ、カルマンゼ列は、えー、と潜水流、潜水流体で説明されるような、まあ、島を迂回する流れによる渦なわけなんですけれども、 ま、この傘上側にですね、高気圧があると。で、高気圧があって仮想に安定した清掃があるような状況で、ある程度この流れ場が一定になっていると、実際こういうカルマンズ列ができたりするわけなんですね。で、えっ、ー、と、今のところまあ私が個人的に確認してる感じだと、まあこういう北海道のリシリストとかでできているものはこうやって見つけたんですけど、あの、まあ原理的にですね、別にこれだけじゃなくて、 伊豆大島とか、まあ、他の島で起こっててもおかしくないわけですよ。で、まあ、ただそれがあんまり着目されてないというだけかもしれないので、もし皆さんが衛星画像、えー、衛星画像をちまちま見て、えー、カルマウズレツっぽいのを見つけたらですね、ぜひお知らせいただけると、えー、ありがたいです。よろしくお願いします。